おはようございます。もっちーさん、エビフライありがとうございます。おはようございます。皆さん何時に起きました？今日は9時4時半。みんな早いですね。早いね。今さっき、私も、なんか今日は2回ぐらい目覚めたんだけど、まあ、ちゃんと起きたのは、15分前ぐらいかな。15分前ぐらいなので、なんか声がまだガラガラなんだけども、本当に乾燥を感じててね、本当にやばくて、本当にやばい乾燥は。おはようございます。この冬どう越していこうか今悩んでるんだけどさ、ティールトロトさん10ありがとうございます。やってよかった。今日は6時起きでした。うん、早いね。私4時ぐらいに目覚めて、その二度寝して7時20分ぐらいに覚めて、もうちょいちょっと目つぶろうと思って7時40分ぐらいに来ました。札幌市内は1センチぐらい雪積もって、そうなの？札幌も積もってんの？積もってんの？早い。いいな。アロマ垂らせるスチーク加湿器があるらしい。いや、加湿器買おうと思って、なんか空気清浄機と加湿器のあるじゃん、もうあれを、あれいいなと思って、今空気清浄機は家に置いてあるんだけど、どうせならね、プラスのやつとかあってもいいかなと思ってね、探してる今。今ほんとさっき探し始めたけど、今日埼玉寒すぎだって。まだ外出てないからわからないけど、なんかもう最近寒いね。でもなんかまた19度とかまで上がっちゃう時あるらしい。もういいよって、一回下がったなら下がったまんまにしといてって思うんだけどさ、なんか大変じゃない？上がって下がってだとちょっと大変だから、もう寒いの嫌だけど、寒いなら寒くていいよって感じ。服装とかが大変じゃん、寒いと思ったら、あれ寒くない？おはようございます。寒くて起きるのつらかった。寒いとね、だから私はもう寒いと本当に動けないから、あれなんです。もう冬とかはもう近くに靴下、もこもこの靴下置いといて、起きた瞬間履けば足から冷えるから、足元が暖かいといいのでね、置いてきます。私はまだ置いてないけど、
おはようございます。空気が澄んでるから雪景色の富士山が見れると思う。富士山登りたいな。今は畑の成長前のカリフラワーが霜で凍っててしょ。確かに冬大変。気温難しいですよね。朝配信難しい。間違えた。嬉しいだった。朝すっごいよく分からなく、朝配信難しい。朝配信久しぶりですね。30分ぐらいやる予定です。なんかやっぱちょくちょくやった方が私には合ってるっていうか、でも今日ってさもう14日じゃん。14日なのにさ、14日なのに私まだね今月5時間ぐらいしか配信できてないらしくて、ちょっと来週、今週はちょっとイベント何も参加しないで、来週ちょっとちゃんと1位目指してイベント一つ参加するので、まあ今週は普通にイベント何も参加せず行こうかな。来週の20日の週はいっぱいイベント1位目指してやる週にする予定です。おはよう、おはよう。もう半分だね、本当に。やばすぎ。何時から始めたかな。おはようございます。今ね、ちょっと朝ごはん食べてないからお腹が空いてきた。頑張ってください。ありがとうございます。朝ごはんは何食べようかな。朝ごはん何食べようかな。朝ごはん何食べよう、迷うな。なんかね、昨日
の サラダが残ってるから、それ食べて、柿あるので、柿でも食べようかな。ね。お腹が空きました。TikTok のライブはショールーム昨日やる前に10分か15分だけなんか初めて急にやりました。やばい、本当になんかびっくりするほど感想、なんでだろう、悲しい。なんかまた気が向いた時に15分ぐらいやっていくと、たまになんか違うのやると新鮮で楽しいし、あともうちょっとで500人聞くので、ちょっとまたメイクした日にやりたいなと思うんだけど、今日ね、まあメイクする予定は多分ある、どうなんだろう、多分あるので、まあわかんない、やるかは 100% ではないけど、また気が向いたらやります。まあいつでもね気が向いたらやるので、まあちょっと告知はしないけど、本当に乾燥乾燥、とにかく乾燥。部屋の加湿どんぐらい湿度を調べたい。なんか変なの化粧品使っちゃったかな。人間ドックです、だって頑張ってください。私まだやったことないんだよね、カメラとか。なんか結構きついって聞くからね、え頑張ってください。なんかさ、人間ドックって夜の、前日の夜何時から食べれないとかあるじゃん、ちょっと大変だよね。なんかこの感想が普通にあの感想なのか、なんか変なの合わないやつ使って顔だけ乾燥してるのか気になる。なんかただの乾燥ならさ、まあ別にいいんだけどさ、なんか合わないのを使ってしまって乾燥してるなら、肌が荒れてるだけならちょっとなんだろう、何があれなんだろうって。でもまあちょっと皮膚科行くのはちょっと面倒、ちょっとあれなので、まあ、もうちょい治んなきゃ行くんだけど、まあとりあえず保湿を頑張ってみようと思います。でもね、聞いてください、本当に顔だけなんかおとといから異様に乾燥がやばくてですね、あの保湿しようとするじゃないですか。でちょっといい、あいいっていうか、あの口コミでめっちゃいいあの美容液を買ったのよ。なんかそれもでも4000円ぐらいしたから、なんか普通にいいじゃないですか。なんだけども、もう塗った瞬間もう肌がピリ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 ってなっちゃって、でもその後ちょっとパック重ねればまあちょっとマシになるかなと思ったら、
まだピリ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 で、やばい痛いと思って洗い流したのよ昨日。そのぐらいなんか今までこんなことなかったの。今までね、なんか化粧品が、化粧スキンケアのやつが合わない、痛いみたいなってことなかったの。乾燥しててもなんか急にね、なんか染みるようになっちゃって、染みるっていうか痛くなっちゃって、なんでこんな一瞬でダメな方に体質変化してしまって悲しいんだけど、今までね乾燥しててもそんなことなかったの。なんでわからないですよね。わからないよね、謎です。おはよう、おはようございます。ゆうちゃんのねな人間だ、大丈夫よ、大丈夫なのかな。そろそろやってね、あれです、化粧品があってない。でもねパックとかは今まで使ってたやつなんですよ。だから多分肌に合ってない、なんか乾燥しすぎて多分もうどんなのでも染みちゃうみたいな感じだと思うんです。パックも今までもうここ2ヶ月ぐらい使ってて全く大丈夫だったのに、なんか一昨日からその美容液使わないでパックしてもヒリヒリして、なぜだ、もう悲しいんですよ。なんでだろうね。まあちょっと様子見て頑張る。早起きだね、なんか早起き。でもなんかさっき起きる時間聞いたらもう皆さんもっと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 早起きですごかった。私もう4時半とかに起きたらもう昼間眠すぎてやっていけないかも。そういえば、そういえば雪見大福と白い恋人のアイスが発売されたらしくて、まだ私見かけられてないんだけど、見かけたら絶対買おうって思ってる。さやたんさん、ハートありがとうございます。かせたななちゃんさん、だるまありがとうございます。ねえ、私は何分から始めたかなというと56分から始めてるので26分、あと10分だね。あと10分配信したら一度終わります。冬の商品も出てきたのね。そう、でもメルティーキスとか結構ちょっと前に売ってたからもう食べました。美味しかった。冬と冬限定といえばメルティーキス、あとね、スノーサンドっていうのが北海道のお土産であるんだけども、このねスノーサンドが美味しいのよ。これね冬限定なんだけど、ちょっと食べたいな、頼んじゃおうかな。これとあとキャラメルキッチ、私本当に北海道のお土産大好きすぎてもうやばいんだけど。おはよう、おはようございます。ロッテのプレミアムチョコパイ、白いの売ってるよだって。チョコパイ全然食べたこと、あ、全然最近食べてない、昔めっちゃ食べてた。白いのが出てるのね今。ね、キャラメルキッチンとスノーサンドもね通販ができるのよ。通販？ネットで注文できるの。だから本当にいいよね。けど送料がねちょい高くてあれなんだけど、でもスノーサンドとかは本当に結構あのいろんなところで催事がたまにあるんだけど、めっちゃ行列だしすぐ売り切れるらしい。何回か都内でなんかやってるだった時買ったけど結構売り切れとか並んでた。
でも買うよね。オンラインショップは10時から毎日やってるらしい。去年1回だけ10時まで待機して買いました。このね、スノーボールがすごい、スノーボールとスノーサンドが人気で、ちょっと食べたくなっちゃいますね。あとはキャラメルキッチン、ぜひ食べてみてほしい。本当にね、私一番好きなんじゃないかってぐらい好きで、あとはプレスバターサンドのプレーンのやつが一番好きで、スノーサンドのチョコ味とプレスバターサンドのプレーンとキャラメルキッチンのプレーンが一番好きです。お土産買いで今のところね。でもあとあれが好き、あのクラブハリエのバームクーヘン、あれはもう前差し入れでいただいてからもう美味しくて美味しくてハマっちゃって、たまに買います。エンゼルフパイのいちごがすごく美味しかった。美味しそう。なんかさ、チョコパイはさ、チョコのなんか中に生クリームみたいなやつじゃん。でエンゼルパイがさ、中にマシュマロじゃん。私マシュマロ好きでさ、エンゼルパイめっちゃ好き。エンゼルパイか。おはようございます。キャラメルキッチンは言うてでもあれかな、送料が何百円かな。でも送料が、でも、北海道行くより安い。北海道行きたい、北海道に行きたいよ。1月2月3月らへんに行きたい、行きたい予定1月2月3月北海道行こうかな。1月2月3月結構あるけどさ、その3ヶ月間のうちにちょっとなずなちゃんに会いに行きたいですね。3月ってまだ雪あるのかな、北海道って。札幌今雪積もってます。早いね。でさ、雪降り始めたらあの虫はいなくなるんですか。なんか今北海道で結構雪虫が大変だということを聞いたのですが、おはようございます。3月は余裕であります。ゴールデンウィークまで。そうなんだ、じゃあ3月ぐらい行きたいな。なんかでも去年2月か1月2月かなに行ったんだけどさ、でも確かに、でも運よくちゃんと飛行機もどっちも行きも帰りもちゃんと飛んだし、まあ雪途中降ってたけど、まあ観光には問題なかったし、行きたいところ行けたからよかった。まあとにかく寒かったけどね、けどとにかく楽しかったもういっぱい食べて、いっぱい食べて、北海道行ったらジンギスカン毎回食べてるけど、もうジンギスカンも美味しくて、海鮮も美味しくて、うん、本当に北海道最高。函館の朝市になんかイカ釣り体験みたいのができて、そこで釣ったのをさばいて食べれるっていうのがあって、でもそれが食べたくて2日連続朝
早起きして朝一行ったんだけど、なんか2日ともイカが不良で入らなくて残念だったのもあるかな。で他のその朝市のところに結構海鮮丼屋さんがいっぱいあるんだけど、なんかどこもやっぱイカが入ってなくて、なんか1箇所だけねイカが2杯入ってたのよ。で結構私たち早く行ったから並んで待ってて、その前に1人多分お客さんがいて、なんか1つ食べてて、でその後私たちが一つイカでなんか言った、ほぼ同時ぐらいに前のお客さん、ちょっと前ぐらいから一瞬本当にかぶってるぐらいに店員さんにちょっともう一杯もらえるって聞いてて、なっちゃうかもって思って諦めようとした瞬間に、一つどうぞって言ってくれて、二人で一つ仲良く食べたんだけど、優しいと思ってありがとうございます。イカのなんか生のやつを食べれました。本場で食べるジンギスカンや海鮮は最高だよね。ねえ、ほんと最高。ジンギスカン大好き。あと2分ぐらいしたら終わるね。朝から皆さんありがとうございました。朝ごはん何食べよう。とりあえずサラダと柿、ヘルシーに、ヘルシーにちょっと頑張ってみようと思います。本当に最近ダイエットしたいけどダイエットできてなくてやばいです。まあ過去最高体重ではないんだけど、最高体重よりかはまだ低いんだけど、なんかその理想体重、理想体重よりかは全然増えてるのでちょっと頑張りたいと思います。夜配信もあるかな。夜配信多分あると思います。夜はきっとメイクしてると思います、多分だけど。皆さん朝から見てくれてありがとうございました。では今日も一日頑張りましょう。あ、スープカレー食べに行きましたよ。なんかね、あれの1回目のズナちゃんに会いに北海道行った時、北海道行った時に何食べたいって聞いてくれて、スープカレーって言って、なんかおすすめのところにズナちゃんが案内してくれて、めっちゃ美味しかった。また食べたい、また食べますではランキング読みます。13位煙突さん、12位村さん、11位ペペさん、10位ミューラーさん、9位ヨシオンさん、8位ジップ&デルのハヤトさん、7位虹色さん、6位シーラバージョンさん、5位羽山さん、4位チーズさん、3位さまよい人さん、2位モッチーさん、1位ティエルトロさん、ありがとうございます。では終わりたいと思います。ありがとうございました。